種まきジャーナル、今日の特集です。近藤さん、はい、先ほどからこの原発事故後の対応についてね、うん、なんと情けない国やなという言葉が、うん、出ておりますけれども、うん、この後ですね、具体的にどういうことだったのかというのを、まあ、つぶさに見てこられた方のお話を伺わせていただこうと思っております、うん、今日のテーマは検証、福島原発事故記者会見と題してお送りいたします。これからお話を伺う方は弁護士さんでいらっしゃるんですが、もともと新聞記者さんなんですよ。はい。で、その後弁護士に転じられて、人権問題などもやってこられた弁護士さん、そして現在はインターネット新聞という形で編集長として発信もしてらっしゃる。ですから取材し発信する弁護士さんと申し上げたらいいかもしれません。弁護士の蹄和夫さんです。蹄さん、こんばんは。こんばんは。水野と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして近藤ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。蹄さんがですね、出された5本が岩波書店から出てます。検証、福島原発事故記者会見、東電政府は何を隠したのかという5本が今話題になってます。蹄さんは、この東電の記者会見に何回ぐらい出られたことになるんですか？当初はですね、1日にもう5回も6回もやってましたので、はい、まあ、そういうことを含みますと、100回以上は出てると思います。はい、100回以上。はい、もうそれこそ最初の方の会見っていうのは、会見場ももうぐちゃぐちゃだったんじゃないですか？そうですね。私などはもう座るスペースがなかったもんですから、はい、立ったままですね、次の会見を待っているという、そういう状況でした。それ何時に始まるって分かるんですか？もう分からないんです。もう直前、15分ぐらい前になってですね、はい、今から始めますとかつってペーパーを配り始めるという、そういう状況でした。はあ、じゃあもう本当に、はい、ちょっとこう出かけるなんてこともできず。そうですね、食事に行くのもできないような状況でしたね。ですから、インターネットで生中継してるところがあったので、はい、そういうのを見ながらですね、食事をして、それを見ながら、なんか配り始めたら、慌てて食事をやめてですね、現場にも会見場に戻るというような状況でした。まあ、それだけ情報が出てくる量も多いし、また記者の数も多かったんでしょうけど、最初に一言伺うと、現在って会見場ってどんな感じなんですか？今ですね、途中で政府と東電の統合の記者会見になったんですけれども、はい、その会見がなくなって、また単独の会見になっているんですけれども、はい、まあ、単独の会見になった後はもうやはり数は少なくなってますね。参加しているマスメディア、それからジャーナリストの数っていうのは少なくなってますね。あ、はい、やっぱりこう情報もじゃあなかなか出てこないってことになりますか？そうですね、結局東電単独の場合ですと、うん、政治家が全く出てこまきません、うん、政府と東電の統合会見の場合は一応政治家が、まあ、前は細野さんだったんですけども、うん、その後園田さん政務官が出てましたので、一応政治家が出ることによって、ある程度責任のある回答があったんですけれども、はい、なかなか東電の単独あるいは保安院の単独というような形になりますと、責任を持った回答というのはなかなかされなくて、持ち帰りますと、今はすぐに答えられませんというような形で、回答がずるずると引き延ばされて、そのうち、次の問題が発生するためにその問題についての答えはないまま行き過ぎてしまうというようなことがありますね。本当は取るべき情報が取れてないケースもあると。だけどずっと蹄さんがですね、やってこられたこの記者会見に出るっていうお仕事、途中中断なさることがあって、はい、それはご病気だったんだと聞いたんですが、はい、5月の末に、まあ、胆のうがんということで宣告を受けまして。胆のうのがんですか？はい。はあ。でちょうど、まあ、1ヶ月ほど入院したんですけれども、結局、まあ、手術ができないということで、まあ、化学療法しかないということで、まあ、余命は半年だというようなことを言われましたね。はい。すいません、去年の春に、5月に、5月の段階で、まあ、余命が半年ぐらいでしょうという言い方をされて、まあ、もし抗がん剤が効けば、まあ、1年ぐらいいくかなと言われたんですが、まあ、抗がん剤効くのは、まあ、2、3割でしょうと
ようなことだったんです。まあ、おかげさまで6ヶ月は超えてですね、今そのおまけ の命を生きてるという感じなんです、確か49歳でいらっしゃいますよね。はい、ね、大変若くていらっしゃるんだけど、はい、今日現在大変元気な充実したお声を聞いてはおりますが、痛みも終わりの中で、じゃあ会見出続けはったんですか？そうですね、痛みは幸い12月の中旬ぐらいまではなかったんですね。ですので、ちょうど統合会見が終わる直前ぐらいからかなり痛みが出るようになって、今はいわゆる麻薬系 の、まあ、痛み止めで抑えているというような状況です。近藤さん、やっぱりジャーナリスト魂ってすごいもんですね。いや、本当そうですね。ひずみさんね、今日アメリカの規制委員会がいわゆる記録的に残してたやつをこう公にしたでしょ。はい、で実際ひずみさん、そういう体でこう日々記者会見出られてですね、はい、でそこには本当にジャーナリストとしてのすごいこう魂がこもってたと思うんですが、実にこのアメリカのこういうものに触れて、以前のその日本の会見を振り返ってみると、何か思うことがいっぱいあるんじゃないですか？そうですね、結局積極的に情報を、まあ、本来出さなければいけない事態であったにもかかわらず、その肝心な時にですね、まあ、情報を出さないと。で、肝心なところに情報を出さないということは、結局その情報があったことを事態を、まあ、なかったことにせられないということで、結局まあ、議事録なんかも取らないということになっているんだと思うんですね、日本の場合は。議事録の問題なんですけど、それじゃ会見でいろんなこと言ったから記者の記録に残ってるっていうならまだしも、両方ともないような話が何日か続いてますよね。両方ともないというのは、記者の側も、つまり我々の記録にもなければ、はい、議事録にも載ってないという。あ、そうですね、結局当初混乱してまして、はい、まあ、ERSS とかスピーディとかいろんな出て、本来あるにもかかわらず、うん、そういうものが出てこなかったということですよね。で、その辺についての理由も、なぜ出せないかという理由も非常にこう、うん、本当はとは違うような説明をされてましたね。はい、ひずみさんのご本を拝見しますとね、時々刻々どういうことがあったのかっていうのが分かってくるんですけど、その中の一つにメルトダウンについて、はい、これが実は3月12日、はい、つまり事故の翌日にですね、はい、もう東電の記者会見で、はい、ちゃんとメルトダウンの可能性があるという報告をしている人がいたんですよね。そうですね、それが消えたというお話を教えていただけますか？はい、結局当初はですね、はい、おそらくマニュアル通り官僚が動いてたと思うんですね、うん、ですので ERSS などのその炉内の状況を予測するまあ、システムによってですね、炉内状況がマグルダウンしてるだろうと、いついつにはこういう状況だろうということは正確に、ある程度正確に把握してたはずなんですね、うん、でその情報が当初はそのまま官邸等にも伝わっていたはずなんですけれども、ね、はい、それが結局何がしかの力が働いて、そういう情報が、まあ、出なくなった。これ具体的にはね、はい、保安院の審議官がですね、はい、メルトダウンの可能性を12日のお昼2時過ぎには認めてたって言うんですね、はいはい、中村さんという方ですね。中村さんが、はい、ところがこの中村さんが喋り続けるかと思いきや、はい、夜になったら中村さんの姿が後ろに隠れてしまった、はい、そうですね、中村さんの後何人か交代して、結局最終的にはまあ有名になった西山さんですね。あ、あの西山さん、その西山さんに代わる途中でも、まあ、ネイさんとかですね、はい、そういう方がいらっしゃって、ええ、ネイさんはその損傷の程度についても割と事実に近い説明をされてたんですけど、つまりメルトダウンという言葉そのものは使ってはいらっしゃらないけれども、はい、損傷、炉心の損傷という言葉でメルトダウンを示唆してたってことですね、はい、そうですね、ネイさんの段階まではそういう形で割と事実に近いことを言われたんですが、ところが西山さんは、まあ、ずっと長いことを担当してらしたんで、私たちも顔を覚えてるんですけど、はい、その長いこと担当した西山さんはじゃあメルトダウンについてどうおっしゃったんですか？まあ、彼はその
いわゆるメルトダウンはしてないけれども、メルトダウンについてはまあ完全に否定するわけじゃないんですけども、基本的には燃料がまあ一部損傷していると、まあ、こういう言い方に変わりますね。ああ、微妙ですね。はい。燃料が一部損傷って言われたら、それはメルトダウンだっていうふうには、なかなか受け取って言ってしまえないもんですね。そうですね。結局、その形を維持したまま損傷しているケースもありますので、メルトダウンして燃料が溶けて下にまで落ちているということを、必ずしもそうではないということを、西山さんは言ったわけですね。